小沢先生の仕事マップを、いただきたいんですが、今回はですね、小沢先生がアニメーター、イラストレーター、そういう職業以外にいくつもの仕事の顔を持っています。アニメーターでしょ、書いていただきました。イラストレーターみたいなのもありますよね。CG の方もありますよね。で、いろんな番組のプロデューサーの仕事もして、でもちろんゲーム。ゲームも。小説から小説。それもしてこう、ストーリーも考えなきゃいけないということですよね。絵に色をつけていくっていうのは、どういうふうに実際先生がやってらっしゃるのか、ここでパソコンの画面を見ていただきながら、先生に説明していただきたいなというふうに思います。まあ、実際にこれゲームで僕うちが作ったというかマンガラフィックやったところなんですけれども、今僕が教えている学生でも、はい、パソコンとフォトショップは聞いたことあるけれども、塗り方が全然知らなかったという感じで学生に聞いてるんですね。一回じゃ塗らないんですね。でフォトショップを使うという時に、じゃあ順番に少しずつ色を塗っていくというのが、まあ、手法の一つ。少しずつ影を塗って、濃い影、薄い影、どんどん色がついてきましたよね。で、最後にやっぱり濃い影の中にそのハイライトっていうことが結構大事だったりするんですよね。目にこれが入るか入らないかだけでも随分イメージは変わってくる。ハイライトっていうんですか。はい、まあ、ちょっと髪の毛とかもよく見てみると全部違うんです。繊維の他にまあ、ベタっていうんですけども、はい、一色で塗っちゃって薄い影がハイライト赤い類ところ別々に少しずつ塗っていくっていう。で最後にやっぱりまたハイライトを入れていくっていう。これが使ってあのいいクオリティの高いものを上げていくっていうところで、例えばこういう走ってキャラクターが走ってるポーズ、はい、逆の足っていうところで2枚あったらもうこうやって走ってるようには見えるんですけども、右から逆にしてるわけですね、これは。こういうポーズが左右とかによって動きっていうのが作られていくんですけども、この1枚じゃこうしっかりと描いてるわけですね、はい、そういう中間の絵を何枚描くか、はい、っていうところでそれぞれもまあ個性が出てくるんです。こういうんでじゃあ全部連続して再生してみたらどうなるかって、はい、こう一枚一枚にもやっぱりこれは当たり前のことなんですけど動かないけども連続してみて走ってる、はい、でアニメーターとしての能力っていうのはまたここから変わってくるんです。ここから先もあるんですか。このさらにポーズだけじゃなくてキャラクターの個性っていうのも出てくるんですよね。でこれまあとあるキャラクターなんですけどもね、はい、それではここで問題です。これは誰の走りでしょうか。この走りは実際に映画に使われている人の走りです。先生、お答えは？ルパン三世です。皆さん正解です。皆さん正解です。先生のオリジナルですね。恐竜に女性というようなスタイルですね。ちなみにアニメーターになったのは、あの好きな女の子がアニメ好きだったので、じゃあ僕が書いてよってアニメーターになったぐらいなので。ありがとうございました。おかげで大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。